有山森林鉄路の蒸気機関車では有山森林鉄路の蒸気機関車について述べる。28トンシェイの31号機1907年、有山森林鉄路の建設時に、アメリカ合衆国のライマ機関車製造製13トン蒸気機関車が一両、輸入された。この SL は、一般的な SL と異なり、直立したシリンダーと傘歯車を使用し、ボギー台車を持った。 山岳用の特殊な設計である。有山への開通後に続々と、ライマ車製の8両の18トン SL と12両の28トン SL が輸入された。これらはすべて、正式と呼ばれる直立シリンダーと傘歯車を持つ SL である。ライマ車の分類では、18トンの2シリンダー SL がクラス A、28トンの3シリンダー SL がクラス B と呼ばれる。 大きさで、機関は 762mm である。平タンク用である、川崎造船兵庫工場製の1両の SL と、バークレー製の2両の SL 以外は、すべてライマ車製、正式蒸気機関であった。18トンシェイは2シリンダーで、深吉、竹崎は及び有山より、先の林造船などで使われていた。28トンシェイは、有山線の主力機として使われていた。 アリさんのシェイは、キャブの屋根状に大きなモニターがあるのが特徴である。旧外地で近年まで活躍していたこともあって、アリさんのシェイは、日本国内で人気が高い。それを反映して、鉄道模型として幾度も製品化された。1、80ゲージ9ト、mm、ルで、鉄道模型車から18トン、シェイのバラキット、カツミからは18トン。 シェイの塗装済み完成品が発売されていた。なお、カツミは1 6 5ト、mm、ルバージョンも作っていた。オースケール1、45ゲージ1 6 5ト、mm、ルで、鉄道模型車から28トン、シェイのキット及び完成品、18トン、シェイの完成品が発売されていた。アスターホビーからは4 5ト、mm、ルゲージで28トン、シェイのライブスチームが発売されていた。 ありがとうございます。